ああ、もうちゃんと音入ってるでしょうねって。はい、皆さんこんばんは、リサです。はい、ということで実は今回この動画撮るの2回目でーす。はい、実はね、前編1時間ぐらいかけて撮ったのになんと音が入ってなかったです。うえー、ということでですね、はい、今回は大量の大量の1時間かけて紹介した購入品の方をもう一度紹介していこうと思います。イエーイ。ということで、じゃあ同じように紹介していくんですけど、ちょっと2回目なのでもうパッケージをね、開けてしまったものがいろいろあったんですけど、そこら辺はご容赦くださいということで、はい、行ってきましょう。行ってきましょうじゃない、はい、行きましょう。もうバグってる。はい、ということで1個目は、はい、久しぶりにプラザでお買い物をしたんですけども、こちらでの購入品を紹介していきます。もう上にあるものから行っちゃうよ。はい、ということで1つ目はこちら。あー、これ美味しそうだなと思って買っちゃったんですけど、じゃじゃーん、ラッポッキ。ラーメンとトッポギがね、一緒にこう作れるやつなんですけど、まあ保存食的な感じで買ってみた。おい、靴下美味しそうだなと思って。で、でもね、これ491キロカロリーあるんで、もうこれは最高に、もうここぞっていうチートデーの日にね、食べることになるかと思うんですけど、美味しそうということで買ってみました。で、なくなったらいけないから、一応こちらの方はストックで2個購入いたしまして、で、これはね、同じお店のやつかってか、同じシリーズかわかんないけど、食べたことあるんだけど、はい、トッポギのダッカルビ味で、こっちが激辛味。すごいね、こういうタイプのやつ好きなので、たまに買うんですよ。今日は食べていいよって日に食べたいと思います。はい、次はですね、あ、これリニューアルしたやつ買ったの。はーい、私の大好きなオバジの C25 セラムネオです。これはね、高濃度 25% ね、のビタミン C のやつなんですけど、リニューアルが3月だったかなと思うんですけど、その前からもちろん使ってて、すでにね、2個ぐらい使ってたんですよ、このオバジ C25 セラム。リニューアル前の話なんだけど、使ってみて良かったところは、やっぱこの毛穴の感じがキュッとしたりとか、トーンがなんか全体的にちょっと上がったなっていう感じが私的には実感できたので、まあ1万1000円で、めちゃめちゃ安いよっていう美容液ではないんですけど、この効果を考えた時にコスパがいいというか、すごく実感があるスキンケアだなということで、私大好きなんですよ。オバジのビタミン C のシリーズの酵素洗顔とかもすごい好きで使ってますね、未だに。結構歴が長いかなっていうところなんですけど、なのでこのリニューアル日にも期待ということで買ってきました。次、じゃあスキンケアでいこうかな。で、これもね、気になってて買ってみたんだけど、じゃーん、はい、ラロッシュポゼートレリアンULTDA セラム。で、これね、これも同じくスポイトタイプで、なんかこれ発売されててすごい気になってたの。で、出した感じはこんな感じ。あー、ランコムのジェネフィックの導入みたいなテクスチャー、あれにかなり近いので、ちょっとトロッとしててすごく伸びが良いですが、ベタベタしないし、染み込んでなくなりましたっていう感じ。私の手がすごい乾いてたっぽいけど、あー、なんか別にこれからの春夏にもすごく良さそうなテクスチャーですね。で、ラロシュポゼはね、今まで UVDIXL の下地の方をずっと使ってきたんですけど、ちょっとね、スキンケアそんなに使ってきたことがなかったんで、ちょっと気になったんで買ってみました。なんかベタベタしないけどしっとりしそうで、まさに春夏に良さそうです。これまたね、レビューしたいと思います、別で。はい、次。次はですね、これね、なんかメイクさんが使ってることが多くて。いや、鼻まさにピンといっちゃってっから。はい。高見リップです。これはですね、なんか使ってみた感じだと、すっごいうるうる系です。このチューブタイプになってて、出すと、こんな感じ。ちょっと白っぽい感じで、で、本当にすっごいスムースな感じで、伸びがよくうるうるしてくれるよっていうタイプですね。なんかこれ、メイクさんが、まあ、下地としてっていうのももちろん使ってくれたんですけど、まあリップ、口紅の混ぜて、ちょっと透け感のあるグロス的な感じでちょっと使ってたりっていう使い方もしてたりしたので、そういう風にも使えるのかなっていう感じですね。私やっぱ清潔に使えるのが好きなんで、こういう感じ、すごく好きです。はい、ということで、こちらね、人気のやつ買ってみました。次はですね、ヘアなんですけど、こちら、なんか限定のやつだったんだけど、プロミルのヘアオイルセラムセットってやつで、チューブの方がヘアトリートメント、で、こっちの方がヘア&ボディ用オイルっていうことで、なんかセットになってて、なんでこれを買ったかっていうと、なんかね、ポップみたいのに、オイルのツヤ感と束感で、こう、混ぜて使ったりできるみたいなことがね、確か書いてあったので、おもろいやんと思って買ってみたの。なんかちょっとさ、今日は少しワックスつけてるから、少しウェットな質感だったりっていうのもあるけど、なんかそういうのでちょっとさ、雰囲気出るやん？ちょっとだけ湿った感じに見えると、雰囲気出るやん？靴下返して。
ていうことなので、ちょっとシャレてみようかなと思って買ってみたの。まあ混ぜてみたり、それだけで使ったり、どう使うのが一番いいのかわからないんですけど、使ってみたいと思います。ということでこちらね、買いました。ヘアオイルはね、私ほんといろんなもの食べそうと思ってて、常時7個ぐらい空いてるかもしれない、最近。まあでもこれは前の使い切りの動画でも話したんだけど、オイルって言ってもちょっと最初からサラサラっていうテクスチャーのものは、いろいろ試してきた中ではちょっと重たくなりすぎちゃう、つけ方によってはっていうものが多い気がしたので、私が好きなのはやっぱりちょっとテクスチャーがトロッとしてて、つけるとサラッとしたものが多いんですけど、そんなやつを結構集めて最近は使ってますが、流さないこうトリートメントタイプってあんまり使ったりしないので、こちらもまた使っていきたいと思います。じゃあ次はですね、パック箱開けちゃったんですけど、2種類買いました。こちらです。はい、 CNP のプロピーマスクと、こちらがビタソリューションマスクで、多分ビタソリューションの方は多分ビタミン C だから透明感アップとかそういうやつだと思うの、こっちのピンクの方はね。で CNP って言うとすごい美容液だっけ、化粧水だっけ、なんかピーリングなんかなんだかわかんないけど、すごい有名じゃん、韓国のスキンケアなんですけど、そこのパックで、韓国多いんだけど1、2っていう2ステップになってて、最初にこの液をのっけてからこっちを塗りますよとか、まあパックが終わってからクリームのせますよとか、その1、2ステップとか1、2、3ステップのものが多くて、久々にこういうのあったんで買ってみちゃいました。で黄色の方はプロピーマスクで、プロポリス、ミツバチの巣から抽出したプロポリスエキスっていうのが入ってるタイプで、これはね、生き生きした感じにしてくれるタイプ、肌をね、弾力とかハリとかそういうちょっとエイジングケア系なことをしてくれるよっていうパックのようですね。こっちもワンツーステップなので、ちょっとこれ使ってみたいと思います。もうめんどくさい時はもうこれでさ、もうスキンケア終わりっていうのがいいから、もう枕元に置いて寝ようかなっていう感じ。はい、ということで、こんな感じ。で、次がコスメだね。レブロンリップ買ったんだけど、以前、マリリンとね、コラボした時に、すっごいスムースなレブロンのリップがあって、超いいじゃんと思ったんだけど、商品名を思い出せなくて、こんなパケだった気がすると思って買ってみたの。で、すっごいこれ、実際に唇にもね、乗せてみたんだけど、すごいスルスルで。まあ香りはすごく甘い香りがするんだけど、色も可愛いし、夏になってくると、まあ紫外線とかでもダメージをね受けたりするかなっていう気がするので、はい、ケア系のリップ、確かこれだったと思うんだよね。わかる人いたらぜひコメントしてください。これを買ってみました。はい、ということでこちらですね。次はですね、私レジ前に行くとプラスで絶対買っちゃうんだけど、これクロスなんかこれ可愛いし、ちっちゃいからカバンに入れといたりするのちょうどよくて、いつも買っちゃうの、可愛いから。歯じゃん、だってほら健康な歯になりそうなお守り、そういう意味も込めてこれ買います。やっぱフロス大事だって言うからね、80歳まで20本、そういうのを目指してやっていきたいと思います。ということでこれね、いつもレジ前で買うの、結構でもね、いつもレジ前のこれ取れてるから、あ、忘れてたって言って買う人多いんだと思うんだよね。ということでプラザで買ったものはこれでおしまい。でプラザの帰りにね、伊勢丹ミラがあって、そこで買ったものなんだけど、一つ目こちら、はい、イプサのミストだね。ザ・タイムリセットマイクロミスト日中用化粧水ってことで、まあこれはほんと乾燥した時にっていうやるやつ、本当に霧は細かめで、あとこのいいところはあんまりこう特徴的な匂いがないので、ほぼほぼ気になる匂いっていうのがないから、なんか香りが強いのが苦手な人ってイプサすごい好きな印象ある。あとやっぱ男性もスキンケアで結構イプサ使ってる方いるけど、なんかおしゃれ男子だよねは使ってる印象がある。なんかナチュラルな男女が使ってる印象が勝手にあるブランドでございます。私あんまりいろいろ使ったことないんですけど、香りが強くなくてすごくいいなって印象です。もうこれは乾燥したらプシプシやっていこうかなと思って、まあこれからの時期だと、今日もなんかいろいろね比較するためにテカらない下地だったりとかっていうのを半々とかでつけたり、結構変えてるんですよ最近、いろいろレビューしようかなと思って。でもそうするとやっぱりテカらない系使うとやっぱ乾燥はあるなっていう感じがするので、プシプシちょうどね、なんかデザインも蓋おしゃれだし、サイズ感いいし、いい感じなので使ってみたいと思います。まあ別にこれセッティングのミストではないので保湿っていう形だと思うんですけど、ちょっとこちらもねしばらく使ってみたいと思います。次はですね、これ買ったの、はい、イプサのクーリングボディープロテクター泡状の日焼け止め SPF30PA3+ ですね。でこれ買ってから気づいた、 SPF30 だったのねっていうところなんですけど、泡状日焼け止めって何と思って買っちゃったので、こちら缶です。缶になっててクーリングってことなんですけど、本当に泡でね、クーリングってだけあってひんやりします。だからもう暑い時とかはいいかも。でも SPF30PA3+ だったっけっていうところなので、まあ塗り直しは頻繁に行ってどうぞって感じで、もなんか白浮きするってわけじゃないんだけど、ややトーン上げてくれるぐらいの白さがもしかしたらあるかもしれない。馴染ませたらそこまでだけど、ちょっと
とばかしトーンが上がるぐらいの色味の感じはあるからいいかもしれない。お水っぽくてなんかペタペタはしないんだけどしっとりはしてくれる感じなので、夏ってね日焼けするとすっごい異常に乾燥するじゃん。だからいいかもしれない。ちょっと夏場暑い時とかにねこういうの良さそう。持ち歩きの方がいいんじゃないかなこれはっていう感じ。ちょっとそんなすごいサイズ感がねちっちゃいってわけじゃないですけども、持ち歩きにはすごく良さそうな感じですね。うん、保湿もしてくれてすごいいいかもしれないですね。はい、っていうやつも買ってみました。もう夏向けのアイテム結構今回いろいろ買ってみましたね。次はネットで買ったものなんですけど、久しぶりにこのブランドを買いました。はい、ね、先生ピント持ってっちゃってる。セルボークです。で、これね、最近いろいろコスメ見てるとちょいちょいいろんなブランドが出てるのを見るんだけど、なんかコッパーブラウンみたいなそういうカラー結構出てますよね。で、なんかこれもそんな感じでちょっとメタリックなオレンジっていうかテラコッタとの間みたいなブラウンみたいなそういうカラーですね。すごい可愛い色。なんか昔ね、やっぱりラメとかメタリックが入ったリップって結構ギラついちゃうんじゃないかなと思ってあんまり使ってなかったんですけど、意外とでもラメものも塗ってみると自然な感じですごい可愛かったから最近ハマってるのですごい良さそうと思って買いました。ということでちょっとね、これを、夏にぴったりなんじゃないかなと思ったんで、ちょっと今日はどちらかというとパープルだったりちょっと青みの入ってるもの使ってるんで今日のメイクにはそこまで合わないかもしれないですけども、はい、夏場使いたいと思います。同じくセルボークでアイシャドウ買ったんですよ。で、2色買ったんだけどこちらね、はい、これセルボークね。で、なんかベージュ系のアイシャドウがすごく気になってたんでちょっとそのような感じの色を買いました。で、似てるような色味なんですけどラメとマット両方買ってみたの。はい、こういうね、薄めの色、薄めのマットとか最近ちょっといろいろ集めてます。で、こちら側からセルボークボランタリーアイズの8番で、こちらが10番でございます。で、10番がラメ入りです。なんかね、なんでベージュ系のアイシャドウを使うようになったかっていうと、なんか下まぶたのところとかね、こう入れてあげるときに、昔はがっつりちょっと白っぽい、パールっぽい色を見て、涙袋のとことか下まぶたのとこちょっと入れたりしてたんですけど、年々それが浮いてくるな、今のメイクにって思うようになって、ちょっとなんかベージュ系の色味のそういうので入れてあげると、もうちょっと落ち着いてるけど、可愛いみたいになるんじゃないかなっていうことで、いろいろなんかお下げな合うものを研究してるので、なんかすごい良かったよっていうのがあったらまたそういうのもね動画で紹介していこうかなと思います。ベージュちょっとハマってます。では、次はですね、私の大好きな聖地、コスメ好きの聖地、はい、おロフトでございます。はい、私ロフト大好きなんで行くとね、まあだいたい平均 5,6 万は買うんですけど、この前もお仕事で渋谷に行った時にすごい近かったんで寄って買ってきちゃいました。気合を入れて経済を増していこうということで買ったんですけど、一つ目がね、インスタとかでもすごくよく見るし、最近こぞっていいよいいよっていう良いの感想しか聞かないんで、ここは正直レビュー代表の私がレビューしようと思って買ったの、こちら。はーい、動画でも気になってた人多いでしょう。ベアシグネチャーショーツっていうものなんですけども、これはなんかさ、最近こうナプキンなしでそのまま吸収してくれるパンツがすごいエコだしすごいいいよっていうのをなんかみんなも聞いたことあるんじゃないかなと思うんだけど、まあ、月経カップよりは確かになんかちょっと挑戦しやすいかなとは思うんだけど、ちょっとさ気になるじゃん、なんか蒸れるんじゃないの、匂いは大丈夫なの、なんかドロッとしたのが出た時とかなんかうわってなるんじゃないのとか、洗うのめんどくさいんじゃないのとか、いろいろ私はね疑問があったわけ、これに対して。ということで、じゃあ試すしかないじゃんということで買ってきたんですよね。この卵入れるケースみたいのに入ってるんですけど、でもなんかこれが一番すごい有名なやつで、その他にもね意外とカラーとかバリエーションがあったんですよ。はい、こちらがですね、ルナトゥーラショーツ新感覚サスティナブル吸水サニタリーショーツで、こっちがシルキーブラックっていうカラーで、なんとレースがついてます。なのでちょっと可愛い感じになってるっていうやつで、こっちはねここの色でわかるんですけど、くすみのピンクみたいなカラーもあったので、なんかちょっといろいろ気になったんで買ってみましたね。まずこれどうやって洗うのかとか、そういうのもよくわかんなかったんですけど、どうやらねこれ初回のセットみたいなやつでセスキソーダっていうのがついてるってことなんで、なんか裏見るとね重曹とかセスキソーダみたいので洗うって書いてあるので、はい、そんな感じ。まあこれ使ってみて、またこれは動画で別でやりたいかなと思うの、気になってたものだったんで、はい、ということで気になってる方たくさんいると思う、動画の向こう側の層、あなた楽しみにしててください。次はこちら、これ CM 見て気になってたんだけど、じゃじゃーん、これはですね、お部屋レギンスってやつで、なんか寝てる時も着圧になれる
レギンスみたいなやつを買ってみたんですよね。で、履いてみたら確かにここら辺のところまでは結構着圧がある感じだったんだけど、上の方はゆったりだったんで、寝てる時とかは苦にならないかなっていう感じはしましたね。はい、ということで、まあこちらはもうしばらく使ってみてもうちょっとレビューしたいかなと思います。お楽しみに。はい、次はね、似た感じなんですけど、はい、こちら。私はこういうね、着圧ソックス大好きなんですけど、締め付けの強いものが私苦手ではないので、全然 OK なんですけど、これは、夏向けにマイナス4度だったかな、ちょっとひんやりしたような生地を使った着圧ソックス。で、生地も割と薄めなので、そんなにね、夏場でも熱ってならないんじゃないかなっていう感じのやつですね。意外と締め付けしっかりしてるのでいいんじゃないかなと思いますね、こちら。けど、これもまた履いてみたいと思います。次はですね、スキンケアいこうかな。はい、こちら、じゃじゃーん。はい。これ初めて使うんですけど、VT シカマイルドクレンジングティッシュでございます。で、この私、シカって本当に近年大量に出たじゃない、マスクとか PM2.5 だったりとか花粉とかそういうので肌が荒れるから、最近のこうトレンドっていうかはやっぱり鎮静系が入っているアイテムが多くて、それでシカがすごいバズったかなと思うんだけど、それのね、ティッシュバージョン。買ってみました。ちょっとこれは使ったことないのでどんな感じかわかんないんですけど、なんか朝顔を洗うのめんどくせえなーってなった時に拭いたりとか。これクレンジングってことはメイク落ちるのかな、ちょっとねいまいちそこら辺分かってないんですけど、後で調べたいと思いますっていうのを買ってみました。次はですね、安定のパック。はい、お風呂上がりのデイリーケアに使うやつね。私これか黒のやつとかを結構使うんですけど、まあしっとりしてくれるので、私はねこのメディヒールのやつすごく好きです。はい、っていうやつと、次今ね、その紹介したシカの VT が私結構好きのやつなので、 VT のシカのパック。 VT シカモイスチャーマスクってことなので、まあシカで鎮静もありながらも保湿に特化したってやつなので、まあね冬の乾燥ケアも大事だけど、春でも私はやっぱ紫外線が結構あるからか乾燥を感じますね。はい、これはまた別のやつ、ドクタージャルトのやつなんですけど、ドクタージャルトも結構ね、クリームとかも有名だったと思うんですよ。で、これがカーミングセラムマスクっていうことなので、まあなんか鎮静させてくれるよっていうやつね。まあとりあえず1枚じゃわかんないから3枚ね、買ってきてみましたっていう。まあパックもね、いろいろ入手しましたね、今回。はい、次。次はですね、こちらもはーい。メディヒール T3 のカーミングエッセンスパッド。で、まあパッドも手軽で私すごい好きなんですよ。やっぱり鼻とかって毛穴のなんかザラザラしてるなっていう時とか、ちょっとくるくるって、まああんまりね強くやると摩擦になっちゃうけど、優しくそういうのでこう浮かせながらやってあげたりってするとちょっとつるっとするし、まあ年々やっぱり言うてターンオーバーってなかなか遅くなっていったりっていうのもねあるかなと思うので、ピーリングもうまくやりつつ取り入れていくとお肌ってすごい正常な状態に整うんじゃないかなと思うんで、まあちょっとこれはねまだ使ったことないからわかんないですけど、どんな感じなのかちょっと使ってみてまたレビューしたいと思います。次はですね、ヘアモノ。開けちゃったからわかんないかもなんですけど、これ箱がすごい可愛くてねいいなと思って買ったんですけど、実はシャンプーとトリートメントですね。このミニッコちゃんはお試しのセットになりますね。セットっていうかお試しのやつです。で、中はこんな感じで、実はねこう試験管みたいになってて、このポンプが別でついてたんですけど、今ね装着してみてます。ちょっと使ってみようと思って装着してみました。ちょっとすごくない？900円でさ、箱がおしゃれで、中のこのシールもちゃんとしてるし意外と高いと思うので、このヘッドの部分もついてて、これすごいいいなと思っちゃって、旅行に行くのにぴったりやんと思って買ったの。ポンプついてんのすごいよね。これ多分ね、大きいのがもちろんあるんで、フルボトルのやつ、そっちを買えば多分会社としては利益になるんだけど、これだとあんまり利益率低いなって思ったから、よかったらちゃんとフルボトル買いますっていう気持ちでいます今。ただポンプをつけてくれてありがとう、すごい私は嬉しいです。はい、ということで、ちょっとシャレたやつ、ニューヨークのブランドだったかなみたいな、こう書いてあったと思うんだけどっていうやつですね。はい、これでございます。次はコスメいきます。1個目、2色買いしたんですけど、こちら限定だったかな。はい、ペンシルのカラーのライナーでございます。で、これはイベリスピメルクリームシャドウライナーの101番コッパーブラウンと102番ピンクブラウンね。コッパーブラウン、コッパーブラウンってちょいちょい登場するワードだからね、テストに出るので皆さんしっかり覚えてってくださいね。コッパーブラウンっていうやつです。コッパーブラウンってさ、なんか渋めのオレンジっていう感じだから、ブラウン要素が結構入ってるからすごく取り入れやすいと思うんだよね、メイクに。で、こっちのピンクの方もちょっと黒の色の要素が入ってるんで、うん、すごく両方とも使いやすそうだなと思って買いました。で、この中にもちょっとねシルバー
ぽいラメとかピンクのラメとかが入っているので、すごく可愛いですね、光が当たっても。まあ、シルバーのラメが入っていると結構その華やかになるタイプなので結構良さそうですね。はい、これも使いたいと思います。次はですね、マスカラ。これね、この前メイクさんにメイクしていただいた時に、本当に皮脂に強くてこうパンダ目になりにくいよっていうことで教えていただいて、あー、それは買わなきゃなと思ってあったんで買ってきたんですけど、こちらでございます。はい、ウズのマスカラです。ウズのモテマスカラの9番ですね。はい、がなんかいいよって言われたのこれだったと思う。で、ブラシは結構太め、ちょっとふーんって感じになってる。なので下まつげが塗りやすいかと言われるとそこまで塗りやすそうではないんですけど、とにかくこれ皮脂に強いっぽいので。っていうのもね、私やっぱりパウダーファンデーションよりもリキッドとかクリームとかクッションを使うことがやっぱり多いので、特に私が好きなランコムのタンクラリフィックマーブルコンパクトのやつを使った時に、ヒロインメイクのマスカラすっごい好きなんだけど、あれを使うとやっぱりちょっとこうパンダ目になっちゃうんだよね、しばらくすると。なのですっすごい好きなんだけど、下まつげは塗れないなって思ってた、あのヒロインメイクのやつ。だから上まつげだけ私はヒロインメイクを使って、下は他のものを使ってたんだけど、これね、そう皮脂に強いよっていうか油系に強いっていうことなので良さげじゃないかなと思ってちょっと買ってみました。次で、マスカラもう一個買ったんだけど、こちら、はい、こちらでございます。で、これはモテマスカラのコッパー。これもね、コッパーなのね。だから色がちょっと眉毛マスカラにも使えちゃいそうな感じ、こんな感じです。私がね、すごい好きで使ってたマックのアイブロウマスカラ、廃盤になっちゃったやつにちょっと色味似てるかなっていう感じなので、ちょっとこれをまつげに使いつつ眉毛とかにも使ったらどうかとか、いろいろね、使ってみたいと思います。次は、さっきちらっと話したけど、私夏に向けて崩れにくい下地だったりっていうのを探してるっていうお話をしたんですけど、まあ毛穴、鼻のね、毛穴をやっぱり埋めてくれてツルッとした方がやっぱファンで乗った時にすごい肌が綺麗だなっていうのと、埋めてくれつつ皮脂もしっかり吸着してくれてテカらない、このダブルのね機能があるものはどれなのかっていう検証を私的にしようと思ったの。ということで久々に買ったのがこちら。はい、リブランしたのでパケが変わってますが、エテュセの私が前ねベスコスにも選んだことのあるテカリ防止下地、こういうの覚えてる？水色と白のパッケージだったんですけど、リブランしたのでだいぶね雰囲気は変わりました。エテュセのフェイスエディションプライマー for オイリースキンっていうことで、名前もね変わってるからちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、ハケで塗るタイプのやつね。これはでも以前使っててすごいこうテカリにくかったからいいなとは思ってたんですけど、リキッドタイプなので毛穴がこうすごいイチゴ花だよっていう方は、こう毛穴が埋まるっていうわけではないよねっていうことなんだから、これすごい好きなんだけど、これの機能とこう埋めてくれるパテ的な要素が混合したらいいなと思って、なんかいろいろね集めてみたので買ってみた。でも今日もねこちら塗ってるんですけど、今のところいい感じだと思う。ちょっと見して鏡。うん、まあまあいいんじゃないですか。ちょっとね全体的にテカってくるのしょうがない。はい、でもう一個がこちら。はい、これもね今日塗ってみてます。キャンメはこっち側に塗ってるんですけど、こちらは、キャンメイクポアレスエアリーベースっていうもので、すごい開けてみて驚きのホイップ感。こちらはですね、ちょっと触ってみるとすごいサラッとするタイプで、シリコンがすごい入っててサラサラ感はありつつ埋めてもくれるよみたいなタイプですね。手とかにのせるとすごいいい感じだけど、また鼻にのせると感じ変わってくると思うし、あとこういうタイプのものって結局薄付きだと効果あるけど、つけすぎちゃうと結局崩れちゃったりとか、そういうのもあったりすると思うので、なんかちょっといろいろ試してみようと思います。で、これがねちょっと色が結構白いので、鼻にのせると鼻もちょっとトーンが上がるというか明るくなる感じがするので、少しベージュの色味とかでもいいのかなっていう感じはしました。そういうカラーとかもね評価していきたいと思います。はい、次で、次はですねこちらです。キャンメイクマシュマロキープベース1。こちらベースの方ですけども、これシャカシャカ振るタイプでしょ。まあ、リキッドなので結構テカリにくさはやってくれるんじゃないかなと思ったんですけど、ちょっと気になったんでね買ってみました、こちらもね。はい、そして次がですね下地系ラスト、はい、こちらです。全部そういえば今回はプチプラだね。キスのポアスムージングベースっていうことで、これはね青なんですね。はい、食べたらラムネの味がしそうな、そんなやつです。スティックタイプなのですごく塗りやすくて、これはこれでいいんじゃないかなと思います。ジャータイプのねものが私がそもそもあんまり好きじゃないんですけど、触った感じはスムースな感じ、スティックなんで程よく硬さはねまああるので、間は若干埋めてくれそうな感じ。
まあそれぞれ結構個性が出てくるかなっていうところなんですけど、どれがいいのか毎日使い比べてみようと思います。やっとね、あったかくなってきてくれたので、ちょっとさ、汗かきやすくなったりとか、あの崩れるシーズンが来たので、こう評価できるか嬉しいですね。冬場だとこういうの試してもさ、どれ使ってもいいからわかんないのよ。はい、ということでこちら買いました。次はですね、久々に買ったの、はい、キャンメイクのパウダーチークスの PW25 番。すごいオレンジがね、可愛かったから買ったの。昔こういうやつの3を持ってたんだけど、若干ラメが入っているし、まあ本当にこう一見ね、すごい若い子向けじゃんっていうカラーに見えると思うんですけど、まあもちろん私くすんだ色もすごく大好きで、落ち着いた雰囲気には合うんですけど、年を重ねれば重ねるほど明るいこう色を取り入れた方が逆にこうよく見えるよっていうのも言ったりすると思うので、なんかそういうのもいろいろ使い比べてみようかなと思って買ったやつですね。もう本当によく使ってましたね、このチークはね。はい、でこれは私がお気に入りのノーズシャドウとして使ってたんですけど、なくしちゃったっぽくてなかったんで買いました。はい、キャンメイクのシェーディングパウダーの4番、アイスブラウンみたいなね名前だったかなと思うんですけど、これがすごい良くて、でシェーディングってさ、たまにつきすぎちゃってすごい濃いのもあるけど、薄付きだからなんか結構ブルベカラーなんだよね、この色は。なんだけどのせてみるとちょうどいい色味になるので、私この色が一番シェーディングだったら好きなんだけど、なくしたんで追加で買ってきました。で次、コスメ、これでラストなんだけど、はい、アンドウルフシマヌードイルミネーター。最近本当にさ、ハイライトってクリームもののツヤが出るタイプがすごい流行ってるじゃない。これもね、そんなタイプ。まあ川北さんとこの&B だったりとか、まあ有名どこエドボスとかもそうだし、スリーとかもそうだし、あそこら辺ってこういうなんかちょっとツヤが出るタイプのちょっと濡れ感があるようなこういうクリーム系を出してくるじゃない。でもなんか使い方によってはすごい崩れちゃったりするから、どういうつけ方したらいいのかなとか、いろいろ研究しようと思ってこれも買ってみたんですね。でこれはツヤ感も出るし、重ねると結構ハイライト感も出るしっていうことで、いろいろ使ってみるとそれぞれ結構特徴が若干異なってたりするんで、面白いなっていうことで研究として買ってみましたね。でもね、やっぱり私はね、こういうタイプを使うと長時間は持たないから、動画だったり静止画のね撮影の時ってすっごい映えるんだけど、あの長時間持たせたい時はパウダー系を使っちゃいます。まあ言うて今もトゥーフェイスを乗せてるんであれなんですけど、てか今すごいテカって見えるね、やだ。なんか言われたんだけど、この眉毛の上のところのテカってるとこを押さえてあげるとテカリに見えないって言われた、ツヤ感に見えるって言われたから、なんかポイントポイントでしっかり押さえてあげればねいいってか、難しいよねそこがね。ねえ、わかんないね、今もともとツヤツヤしてたからはい、ちょっとこれもね使ってみたいと思います。次はこちらツール、じゃじゃん。これもね開けちゃったんですけど、私も好きなマスカラであるヒロインメイクのところから出てるめちゃめちゃ上がるビューラーって書いてあって、なんかもともと限定だったのが復活したみたいな風にあの書いてあったから、ちょっと気になって買ってました。カーブ的にはねこんな感じ。最近はねまつげパーマかけてたんだけど、もうだいぶ経ったから全然ねまつげパーマ感はないので、またかけたいなとは思いつつ、一旦こちらのビューラーも試してみたいと思います。次で、次で最後です、こちら。はーい、キャンメイクのロールオンのオードトワレで、こっちがメイクミーハッピーのホワイト、こっちがブルってやつです。で私はね、もともとやっぱり濃いめのトムフォードみたいな濃いめのね香水が結構好きなんだけど、あれはやっぱり夏っぽくないから冬だなっていう感じがするんで、ちょっと夏っぽいもの欲しいなと思って買ってみた。うん、なんかすごい清潔感のある香りで、逆に言うとこういうすぐ飛んじゃいそうな香りが欲しかったんで、ちょうど良さそうと思って買ったの。でね、まあ夏に欲しかったから、別にさ、なんかそんなに量が欲しかったわけじゃないから、こんぐらいの量だったらなんか使い切れるかなと思ったの。うん、私はこっちの方が好きかも、ブルーの方が好きかな。石鹸シャボンって感じ、フラワーアイランドって感じ。うん、そういう違いがあります、個人の感想です。はい、ということでロフトで買ったもんもこれで終わりですね。まだね40分だから全然まだね、半分ぐらいですよ、皆さん安心してください、安心してね、半分ぐらいだからまだね。あ、ちなみに忘れてた、そうだ、これ買ったのロフトで、家用のねポーチは今までアマゾンで買ったのかな、こういうやつ使って蓋あるの使ってたんだけど、別に家にいる時メイクする時のは別に良くないって思って、すごいなんか使いやすそうだなと思ってこのポーチを買いました。で良いところは外ポケットがあるので、ここにもブラシ立てたりいろいろ入れれるっていうところ今実践してますけど、で中もまあそこそこ入るので、まあ自分が家でメイクする時の一群はこう立てたりとかね、深さもあって立てたりできるからいいかなと思って買ったんで、これなんかロフトが作ってるオリジナル商品らしいんだけど、すごいいい感じですね。
はい、見えやすくて非常にいいんじゃないかなと思います。っていうのも買いました。あともう一つ忘れてた、これ買ってた。宿毛くせ毛ダメージ用サラーサロン。モイストリペアトリートメントってやつ買って、宿毛くせ毛用っていうアイテムあるんだと思って気になって買ったの。なんかこれを夜に塗っておくとすごくまとまるよってことで、まあこれからね、梅雨のシーズンもやってくるじゃないっていうなった時にやっぱりすごい暴発すんの、私の髪の毛ブワーってなるからいいんじゃないかなと思って買ったので、私もね、宿毛っぽいやつをかけてるんで、もうだいぶ根元伸びてきてるから、そこら辺はすごいくせ毛になるんで、まとまってくれるといいなと思って買いました。でホワイトリリーの香り、まあ割とライトめな香りですね。でもう本当に今出したけど水みたいな感じなので、え、これで本当にまとまるのっていう感じするんですけど、ちょっとこれもまた試してみたいと思います。はいっていうやつを買いました。で次はですね、ゲンキングさん、サナさんにこれめっちゃいいよって教えていただいて買ったやつ、かかとちゃんっていうやつを買いました。なんかこれをね、かかとにはめとくとめっちゃいいらしいんだよね。まったくとコラボしてからね、その後サナさんを紹介してもらって3人でご飯行ったんだけど、お、いい感じ。よく私、かかとをね、ドクターショールのやつで、お風呂場で削って、その後、たっぷりクリーム塗って、みたいな感じでやるから、いいね。なんか、靴下だとさ、夏場だと暑かったりっていうのがあるけど、かかとだけだから、すごくいいし、なんか、別に締め付け強いとかもないし、なんか良さそうな感じ。これをね、ちょっと買ってみたんで、しばらく使ってみたいと思います。続きはですね、これネットで買ったものからいきましょう。はい、これもね、マット君におすすめされ方、キュレル。これすごい気になったんで買ってみたの。で、逆にしてもね、これ噴射できるってことで、背中とかにも使えるし、お風呂上がりいいんじゃないっていうことで買ったんですけど、なんか大体こういうのって本当に水浴びてるだけみたいな、マイナスイオン浴びてるだけですみたいなのが多いけど、確かにしっとりするなっていう感じがするから、いいかもしれない。しかも切り細かかったから、本当メイクの上からでも使えるなっていう感じだったし、まあコスパも良さそうな感じなのでいいか。これも楽天かなんかで買ったんですけど、はーい、ちょっとこれもね、しばらく使ってみたいと思う。あ、でも結構しっとりするよ。はい、っていうやつと、次はですね、こちらですね。はーい。タンバリンのハンドクリーム。で、これはね、すごいインスタとかでも見てて、形が洒落てるからね、ちょっと試してみたかったんだけど、実はもう一個買ってて、これは使ってます。フェアっていうのを今使ってるんですけど、まあ形状がすごく可愛くて、おしゃれでギフトにぴったりっていう感じするんですけど、香りは結構強いめなので、森って感じ。森っぽい。わーおー。この匂いを薄めると、ホテルの廊下っぽい。ホテルの廊下歩いてるときこういう香りするっていう香りはする。分かったよね。分かった人分かったよね。そういう香りがする。結構強めなので、ちょっと男性ものっぽい感じの香りがするかもしれない。ユニセックスっぽい。なんかそういう香りかな。どっちかというと方向性としては。これが色番ね。FEY9。これはフィグかな？あー、これの方が全然ライトかもしれない。うん。あ、フィグっぽい香りがしますね。ディプティックのフィグのキャンドルみたいな感じの。香り、あ、これが一番使いやすいかも。で、こっちのベイン、あー、なるほどね。これも海外のボディーソープとかそっち系の香りがするので、結構ね、好き嫌い分かれるというか、なんかおしゃれな香りで、なんか高級なやつっぽい香りをする。この3つの中だったら女子人気の高いのはこれな気がするな。うん、っていう感じの香りがします。っていうのをね、買ってみました。3種類。あとそう、楽天で、こちらも買いました。はい。これめちゃめちゃすごいの。この骨でわかると思うんだけど、アウトドッグマグってやつなんだけど、これね、こう、ちょっと柔らかい素材になってて、ピュって押すと、ここにお水が出てきて、ここでね、ペロンチョペロンチョできるんですよ。花まさがペロンチョペロンチョお水できるんですけど、買ったきっかけは、実はこの先が、はい、こんな感じになってて、実はこれはフィルターになっててですね、なんかそこら辺の例えばお水とかをすくって、これを通してあげるとちゃんと綺麗なお水になるよみたいなね、説明だったと思う。ね、確かになんかいつも私311の頃になるとこう防災セットとかそういうのを見直そうっていうことで、まあ動画とかも上げたりしてるんだけど、ワンワン用のグッズもね、ちゃんと用意しないとっていうことで、まあお水本当に綺麗なのがね、ゲッツできるかわからないので、まあ別にさ、人間でもいけるじゃんと思ったん、ぶっちゃけ。だってこうピューってやってこっから飲むんでしょ。なんか綺麗なお水を確保するのって、なんかこう無人島の脱出とかもテレビでやってるの見るけど大変だなって思うから、ちょっとね、買ってみたやつです。で、上でね、こうやって飲むから、こうやって下にこう置いて、鼻まさが飲むこともできるし、いいなと思ったんで、こういうのね、ペットがいる方、あるといいかもしれないですね。はい、ってやつ。次、
次はですね、はい、こちら買ってみました。アウレオ EF フォーペットっていうことです。実はこれね、ハムちゃんとかウサギとか猫ちゃんなど多くのペットに使えるやつなんですけど、ベータグルカンっていうのと EF 乳酸菌っていうやつなんですね。で、これなんかマンダ酵素みたいな感じでチュールみたいな液状みたいになってて、まあでもあんまりそんな食いつきよくないんで、すごいこうお肉の匂いがするとかじゃないと思うから、ご飯にね混ぜてあげようと思って買ったものなんですけど、はい、なんか今ね口周りがちょっとちゃけてるんで、口のね周りがちゃける時って唾液だから、なんか腸内環境があんまり良くない時っていうのを聞いたから買ってみたの。で、醤油ご飯君食べてるんだけど何眠くなっちゃう、分かんないな、はい、っていうので買ってみました。次もですね、これ実はサナさんにめちゃ激推されて買ったんですけど、はい、ブラシです。ユッキー竹下さんっていう方が出してるやつで、なんかこの一番のブラシがめちゃくちゃいいよって言われて買いました。で、これね触ってみたらマジで毛の質が本当にすごい良いので、めちゃめちゃ良さそうな感じ、触り心地が最強にいいですね。うん。で、なんか眉毛の方もいいよって言われて買ってきたんですけど、これ4番ね。で、おすすめはでもとにかくこの1番を絶対買ってって言ってたんで、ちょっとこれもね使ってみたいと思います。次、ネットで買ったのがこちら、はーい、ディオールです。ディオールね買ったので、まだ全然開けてなかったんだけど、サマーコレクションを買ってみました。で、買ったのが、はい、1個目、こちらですね。ディオールスキンミネラルヌードイルミネーザーパウダーの2番のピーチデューン。ピーチデューンっていうね、なんか響きがデューンって感じでいい、かわいい。こういう薄型大好き、エレガンスみたいな感じね。ね、かわいい。やばくない？なにこれ、もう、やだ。もうこんなにツヤツヤしちゃって。アナスタシア先生みたいに砂漠が広がってるみたいなデザインになってますけど、こちらもね、すごく気になったんで、ちょっと買ってみちゃいました。次はですね、こちら、はーい。おそろの人いる？サンククルールクチュール759デューン。はぁ、デューン！アイシャドウ。かわいい。何これ、砂漠、砂漠ですね。もうこんなのなんか一発目を使うのが忍びないんですけど、この真ん中のちょっとシャンパンっていうかベージュみがかったカラー、すごい可愛いし使いやすそうだなと思って買ったんで、こちらも使ってみようと思います。で、次こちら、はーい、リップマキシマイザーですね。こちら可愛い、これもコッパーブラウンっぽくない？シマーブロンズ、23番のシマーブロンズっていう名前だけど、ちょっとさっきのねコッパーブラウンのやつに似てるような色で、やっぱこういうの流行ってんですね。で、最後がこちらですね、スティックグロー。はい、ちょっとゴールド味のある感じの、ラメ缶はゴールドがある感じなので、最近ね、アナスタシアのハイライトよく使ってますけど、あれはなんかゴールドラメなんで、ゴールドってね、ちょっと健康的なイメージで、肌が白い人には使いにくいよって思ってたんですけど、意外とあれはね、使いやすかったんで、ゴールドもいいなと思って買ってみました。っていうのがディオールのお買い物。おまけは、カプチュールのセラムと乳液っていうのを買いました。はい、皆さんお待たせしました。というわけで最後じゃありません。最後、服です。53分。ね、ちょうど1時間ぐらいかな。はい、で、久しぶりに買ったんですけど、はぁ、ジェラピケ買いました。雲シリーズ。もう私、雲になりたいなぁと思って買ってみたんですけど、長袖のこの夏用のスムースのモコモコみたいなやつ買いました。まだちょっと暑くなったり寒くなったりだけど、夜は結構冷えたりするので、長袖まだ着るかなぁと思って買いました。で、合わせて雲靴下、まだ足先冷える日もありますからねっていうことで買いまして、合わせて、私はねショートパンツが好きなんですよ。なんか足にまとわりついてるの疲れるから、あんまりね長ズボン好きじゃなくて、はい、ショートパンツですね、こちらを買いまして、あとは、はい、これ可愛いと思ったの、合わせて雲シリーズ全部揃えました。ヘアバンド、はい、これも買いました。続いて、これセールになってたと思うんだけど、スナイデルだったかな、スナイデルのここゴムなんですけど、まっすぐパンツ、なんかすごい楽そうだし合わせやすそうだなと思ったんで買いました。足がすっと見えるパンツ大好きで買いました。次はですね、ハーリップ2のイベントに行って、インスタねフォローしてくれてる方はすでにね見たよって方もいるかもしれないんですけど、サマーコレクションいろいろ買ったんで紹介します。1個目はね、まさにフライトの時に絶対ぴったりじゃんって思ったワンピース。これね、絶対これ似合いそうってこじはるさんに言っていただいたワンピース、このストレッチのあるワンピースで、私ね、よく着丈聞かれるんですけど、私身長151でこんぐらい、これちょっと伸びるのでこんな感じなんですけど、多分フラットでも履ける感じですね。で、私背が低い族だけど、ワンピースよくネットで買うんですけど、ハーリップ2はだいたいフラットの靴でも
履けるっていう長さでほぼほぼ作られてる感じがします。今までもね、いろいろなワンピース買ってきたんですけど、丈感はちびっこちゃんでもずらないで、高いヒール履かなくても着れるかなっていうものが多いので、おすすめでございます。はい、で2つ目はこちら、かわいいでしょ、白のスカートで、これも丈感はこんな足首ちょい上ぐらいのやつで、 T シャツとかにね合わせて着てあげたら可愛いかなと思って購入しました。次はですね、これこじはるさんが着てらっしゃったやつの色違いなんですけど、こんぐらい、まあ、これも足首ぐらいの感じで、バジルですね。こういうね、ブラ普通のやつしてても透けないっていうか、夏だからさ、薄着になってくると、ここがさなんかレースになってたりとか、オフショルだったりするとね、中のインナーを変えなきゃいけないと思うんだけど、そういうの変えなくていいワンピースってすっごい着てくの楽なんで、ついつい買っちゃうんですよね。ということでね、ブラ変えなくていいワンピースその1、ブラ変えなくていいワンピースその2、これもハーリップ2で、ガーデンパーティーラフルミニドレス、全部 S です。でこれはミスティーブルーで、これはそんなにこうなんだろうな、タイトめじゃなくてちょっとゆるさがあるのでいいなと思って買ったやつで、これもこんなもんなので、すごくいいなと思って買いました。さらっと着れてね、いい感じなので、こちらもね大活躍するかなと思います。次はですね、私はねこういうタイプすごい好きなんですけど、はい、デニムのワンピースですね。こちらが、ラッフルショルダーデニムミディドレス、インディゴですね。はい、でこれはここがちょっとレースに、ね、なってるんですけど、こういうタイトめな方が私のあれには合うので好きで買ってみました。これも丈がこんぐらいなので、フラットで履けるなっていう感じですね。でここが後ろがこうなってるんで、フィットしてくれてラインが綺麗に見えるかなと思います。次こちら、オンライン売り切れてたんですけど、会場にあって買いました。かわいい、今の時期すごくいいかなと思ったんですけど、バックレースミディシャツドレス、ローズブラウンで S です。でもう一個はね、薄ピンクっていうかくすみピンクだったんですけど、それすごい似合わないなって私思ったんで、でこれはギリギリ足首ぐらい、ちょっと少し長めなんですけど、で後ろがすごく可愛くて、でここ実は開いてて通気性バッチリなんですけど、そんなにこう出ないので、さりげない感じでいいかなと思いました。っていうお買い物ですね、ハーリップ2では。ワンピが5つとスカートが1つっていうことでね、私は本当にワンピース楽で好きなので、こういうの買っちゃいます。で次、はい、グラデーションになってすごい可愛いなと思ったんですけど、これはセルフォードのワンピースです。もう夏を意識した買い物が多いんですけど、これも丈感ギリこんぐらいなので、フラットで履けそうでいいですね。セルフォードはちょっと作りが私からすると少し大きめなものもあるんですけど、これはそうでもなかった。これ36なんですけど、いい感じだったので、これも夏着たいと思います。これで海辺に行きたいっていう、そういう気持ち。あとはさっきも話の中で出てきたんですけど、やっぱ夏はこう夏用のインナーだったりっていうのが結構必要になってくるじゃないですか。こう露出の時期だから長すぎたりとか、こう肩が出ないけどなんか胸の位置が下がって見えないとか、なんかわかんないけど、そういうの必要になってくるから、いろいろ買ったんですよ。なんかピーチジョーンとかブラデリスとか、そこら辺でいろいろ買ったんですけど、それはまた別の動画でやりたいと思うので、ちょっとね、そうするとさすがに1時間を超えてきちゃうので、撮影時間が。はい、こういうものはなんかね、この中でいいのがあったら紹介していこうかなと思います。私はやっぱブラはブラデリスで買うことが多いんですけど、はい、そんな感じですね。ちょっとこれ着てみて良さげだったら紹介します。そういうことにします、多すぎるんで。はい、本当にこれで最後です。こちら、はーい、久しぶりにアクセサリーを買いました。プライマルですね。ね、今ちょっと寂しい感じになってて1個しか入ってないんですけど、実は今つけてます、リングと、あとこれは発表会っていただいたんですけど、こういうピアスですね。でこれは耳たぶにつけてもいいんだけど、私ここにちょうど空いてるから、ちょっとここになんとなく詰め込んでみたんですけど、すごい可愛いですね。でこれなんか、あ、また名前忘れた、グローなんとかダイヤモンドっていうやつで、環境とかに配慮して作られている人工ダイヤモンドだったかな。グローなんとかなんとかなんとかダイヤモンドみたいな感じのやつです。でまあ指輪も以前からこれこう好きで買ってって、もう他にも持ってるんですけど、新しく購入いたしました。そしてこちらの方はシンプルなシャツとか T シャツに合わせてもいいなと思って、ここのところだけちょっとゴールドになってるんですけど、なんとこの留め具がマグネットになってて、結構普通に引っ張っても取れないよっていう感じになってるので、皆さん爪が長かったりとかすると着脱が大変なんじゃないかなと思うんですけど、これは本当にピッてなってもう取れないよってなってくれるので、すごく楽で
いいなと思って買いました。でね、マグネットだからちょっとなくしちゃったら嫌だよと思ったんだけど、なんかこう凹凸が真ん中についてるので結構こういう引っ張りにはすごく強かったです。アクセサリーってそんなに普段ねすごいつけるタイプではないんであんまり買わないんですけど、可愛かったんでついつい買っちゃいました。こういうちょっと華奢めなやつをつけることが多いんですけど、はい、可愛いです。この箱もすごいさ可愛いからさ、なんかこのまま置いて収納できそうだよね。なんかちょっと絵画みたいな感じでおしゃれです。ギフトにもだからおすすめ、私も買うけど。はい、そんな感じですね。はい、というわけで今回はこんな感じでいろいろ紹介してまいりました。ちょっとね2回目だったからスラスラ言えたのに1時間ぐらいかかったかなっていうところなんですけど、皆さんのお買い物の役に立てたらいいかなと思います。またこんなねたくさん買ったんでこの中からすごい良かったよとか微妙だったっていうものもね発生してくるかなと思うんですけど、その場合は使って良かったもの良くなかったものとかお気に入りとかそういうのでね出てくるかと思いますので、またチェックよろしくお願いします。ということで最後まで見てくれてありがとうございました。ではまた次のビデオでお会いしましょう。バイバイ。